はい、今日もあなたと百姓天国、本日は6月13ですね。はい、火曜日ということで収穫出荷ですが、はい、次はよいしょ、黒キャベツ取りますか。はい、黒キャベツは今日は業務用ですね。はい、ということで、よいしょ、多分ね、まあちょっともうこれだけ草生えてきちゃうと多分もう管理が間に合わないので、草やられます、あの虫やられると思いますね。はい、こんな感じですよね。ちょっと難しいね、ゴテゴテに回った感じがしますね。逆にあれですよね、やっぱりどういうんだろうな、太陽熱をやっぱりやった方がいいのかもしれないな、黒キャベツケールはね、春は。ここまでやっぱりこの辺がね、関東だとここまで覆われないですよ。普通に植えてね、穴を大きくして植えてるわけでもないのに、でもやっぱりどうしてもね、あの暖かい分だけ草の生育もねすごいですよね。さあ、つるむらさぎをねちょっと今温存していて、はい、いい感じですね。はい、ちょっと根切りにやられつつありますが、でもこっちの後半の後ろの方もね、来週ちょっと一回これ空心菜出せるかなって感じですね。はい、今まだ他にね水菜とか、今日水菜出してみる予定なので、はい、出せそうですね。はい、ケールもまあまあでね。はい、モロヘイヤがねちょいと失敗しましたね、一発目がね。これひどいよね、これ根切りね、すごいね。なんかこっちの根切りはなんか僕の知ってる関東の根切りとなんか情報が違う気がするけどあのほら、昔はほら僕インド旅したでしょ。インドのね、あの山奥というかね、割とちょっと南の方行くじゃないですか。そうするとね、当然その電気も水道も通ってないところだったりするわけですよ。よくあるじゃないですか、インドの山奥であの大津波かなんかで村が4つぐらいなくなったとかって、本当になんかそういうところでね、こう崖みたいなところをこう延々とね、あのトラックみたいに乗られてね、夜中走っていくんですよ。昼間だったら多分ね怖くてとても外見てられないみたいな、そういう大渓谷みたいなところ走っていくんですけど、インド行った時にやっぱ思ったのはね、その生物の大きさが違うんですわ。皆さん雲ってね、どれぐらいの大きさ見たことあります？意外とほら九州とかでも僕ね、九州に住んでる人だったらわかると思うんですけど、ムカデとか30センチぐらいのやついるじゃないですか、親みたいなやつ。それで雲もでかいやついるんですよ。あのね、インドに行った時にね、インドのその山奥のそのところ泊まっててですよ、寝てたらね、薄暗いじゃないですか、天井が動くんですよね。天井が動くからこうやって薄めで見てね、うんって見たらね、どれぐらいなんだろう、本当にね、人間のこの手を広げたぐらいの大きさの雲が天井をこうやって張ってるんですよ。もうね怖くて寝てられない、マジで。まあそれがそんなにね早く動くんだったら、あの普通の雲みたいななんか早い動きの速いやついるじゃないですか。そしたらもう多分ね、絶叫してたと思うんだけど、それでね、なんかよくインドの山奥歩いてたらね、なんかつまずくんですよ。それが何かって言ったら、ヒルがこれぐらいの大きさなんですよ。わかります？ヒルってほら、もうこれぐらい大きく、血を吸うと大きくなってね、指ぐらいの太さになるでしょ。違うんですよ。なんかね、こんななんかバフみたいな塊が地面にこうゴロンといるんですけど、それがヒルの一種っていうことを言うんですけど、地元の人はね、マジかと石ころみたいなやつですね。あとあれですよ、なんか山奥のその古い寺院で寝てたらね、石畳の上でね、こう寝っ転がってね、どうせ誰も来ないからと思って見て、でふと気づいたらなんか気配感じるなと思ったら、なんかコモドオオトカゲみたいな、なんかこんなやついるじゃないですか、これぐらいのでかいトカゲ、あのじっとしてる、それがね何百匹と俺の周りにいてね、俺囲まれててねもう命の危険を感じたよね。そーっと踏まないようにしてね、
みんなでじっとしてて誰も動かないわけ。多分暑いからその石畳の上にいているっていうだけのことなんだと思うんだけど、あれもびっくりしたね。まあ不思議の国インドでしたよ。ねえ、ほらここまで黒キャベツが草に覆われるってやっぱないもんね。うん、やっぱこの辺もやっぱりちょっと作ってみないとわからないことでね。正直ね、開けてる穴は小さい穴なんだけど、それでもこれだけ草が生えてくるってことはね、やっぱり一回除草しないとこれダメだってことですよね。まあ来年どうするかですね。難しいとこですよ。赤キャベツが終わったらもう一回ね、ちょっと出したいんだけど、出せるかなこれね。忙しくなければ一回これ草除草入ってもいいですけどね。なんかこうやって久々ですよ、こんな防虫ネット剥がしてこうやって草除草入るなんてね。基本的には僕はそういうことはやりませんので。多分次大きくなるときにはもう多分できない可能性がありますね、これは。はい、残念ながら。そろそろもう秋冬のね、黒キャベツ、ケールあたりもね、種まきしていかんといかんですよね。7月の頭かね、6月の終わりぐらいにはまたまいていきますので。で、結局黒キャベツはね、来年の3月ぐらいまでぼちぼちね、冬でも出せるますので、結構大量に作りますかね。冬場のやっぱり黒キャベツ美味しいもんね。繊維がやっぱりしっかりしてる分だけね。はい、いやちょっと草にまみれちゃいましたね。はい、じゃこうなるとこのギシギシ系のやつはね、これ除草もままならないでしょ、これね。ちょっと負けちゃったね。関東時代であれば逃げられたんですけどね、こっちはそうはいかないと、逃がさないぞということがこれで分かりましたよね。はい、よいしょ。あんまり量がないね。ちょっとやっぱりちょっといまいちでしたな。来年はちょっと対策を考えましょうね。こうやってね、まあ作ってみないとわからないっていうのはまあ大変ですけどね、面白いは面白いですよね。ああそうか、そうなるんだみたいなね。やっぱり新たな発見をしていかないと、畑仕事もね。だから観光栽培の人ってね、本当にね、こう言ったら本当に失礼だけど、飽きないのかなと思ってね。僕みたいにこうやっていろんな野菜作ってたらまだね、少なくとも僕はいつも言うように午前と午後は違う仕事をするわけですよね。そうやって自分を飽きさせないようにね。だって何年何十年とね、20年30年40年とやっていくわけで、毎年その時期に来たら毎年それを作るってね、結局僕ら決まってるわけじゃないですかね。今年は俺はもうジャガイモ作りたくないんだとね、パパイヤ作りたいんだとね、バナナを作りたいんだとね、なってるわけじゃないですか。今なんかバナナ流行ってるみたいですけどね。でもそういうわけにいかないわけですよね。セット野菜にバナナ入れられてもってね。まあいいとは思うんですけど、やっぱりね、春はジャガイモ作らなきゃいけないしっていうことでね。でもやっぱそれってね、これだけたくさんの野菜作ってる僕ですらね、やっぱりもう二十数年やってきて飽きてしまってる部分はないこともないわけですよ。なので、まあ、観光の栽培の人たちのもう粘り強さはもう僕は本当にね、頭が下がりましたね。はい、僕にはできません。はい、年2作3作ね。本当に大変ですよ。
よいしょ、もうちょっと足らないな。いや意外と取れないもんだな。ちょっとやっぱりね、あんまりよろしくなかったですね、黒キャベツね。これはこの草も含めてどうしますかね。どんな感じでやるといいのかな。まあまあちょっと来年考えますよ。太陽熱が間に合えば太陽熱かけるのが一番でしょうけどね。太陽熱かけといてからマルチ張って、そこに植えればおそらくね大丈夫ですよね。まあ人参みたいな感じですよね。でもあんまり取りすぎちゃうとな、あなくなっちゃうしな。ちょっと量は少ないけど、まあ業務用なのでね。これぐらいにしとこっか。これでなんとか足りるかな。はい、なんとかこれで足りるようにするしかないね。はい、どこまでだ。そうだね、難しいね。もうちょっと取ろうか。ここまで取ろうか。よいしょ。まああとね、60回ってジジイになって体が動かなくなるまでにあと1回インドとか旅していけたらいいけどな。でもさっき言ってたように、なんかこうね、何かを作ろうとしたら多分行ってる時間はないですね。もう張り付かなきゃいけないんでね。はい、まあしょうがないね。やっぱりそう思うと人生は本当に短いね。割と30過ぎてね、インドから帰ってきてやりたいことをやりたいようにやっていこうと思って決めてやってきたけど、いかんせんやっぱりね、言うほどできないよね。本当にオーガニック農業で飯を食うっていうことだけでもやっぱり結構ね簡単じゃないですから、それをクリアした上でね、こういろんなことができるっていうのはね、やっぱり大変だね。まあだから思うわけでしょ、もっとね自分が能力が高くて優秀であればなと思わないことないですけど、まあしょうがないですよね。所詮自分なんてそんなもんだってもんなんでね。優秀な人はね世の中に出ればいくらでもいるじゃないですか。まあ本当にね、それはもうしょうがないですよね。農業の世界でもね優秀な人いっぱいおりますからね。このまあいいや。はい、仕事で黒キャベツ、よいしょ。来週空心菜出しますかね。空心菜ね、葉物は意外とね、今今日は水菜が、先週までね水菜出したんで、今日は水菜出してみようかなと思ってますけど、水菜、ラディッシュ、つる菜、この3つの中でね2つぐらい、はい、よいしょ。はい、黒キャベツ、よいしょ。さあ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 、よいしょ。はい、ということで黒キャベツを収穫している百姓農園の動画でございました。それではまた。